ボルハ・バレロ・イグレシアスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。元スペイン代表。アール・マドリード下部組織時代、レアル・マドリードの下部組織出身で、2006年10月25日の、コパデル・レー・シハ・バロンピエ戦で、ハビガルシアとの途中交代で、トップチームデビューした。2006年12月6日には、UEFA チャンピオンズリーグのアウェーでの、 ティナモキエフ戦に、ミゲル・アンヘル・ニエトとの交代で出場した。しかし、2005年からの2年間は、レアル・マドリード・ビーでのセグンダ・ディビシオンの出場が、ほとんどだった。RCD ・マヨルカ2007年8月、5年契約で、RCD ・マヨルカに移籍した。2008年3月9日、7から1と対象したレクレアティーボ・エルバ戦で、初得点した。4月5日、 フルスのレアルマドリード相手に得点を決めて1から1の引き分けに持ち込んだ。5月11日、カンプノーでの FC、バルセロナ戦では2点を先行されながらバレードの得点で反撃に転じ、最終的に3から2のスコアで逆転勝利を飾った。WBA2008 年8月22日、フロリダチャンピオンシップの優勝チームで、プレミアリーグに昇格したばかりの、 ウエストブロムウィッチアルビオン FC に4年契約で移籍した。RCD マジョルカとは親善試合で対戦したばかりで700万ユーロの移籍金はウエストブロムウィッチのクラブ史上最高額だった。フットボールリーグカップのハートリブール、ユナイテッド FC 戦でデビューした。主にトップ下として30試合に出場したが得点はなくチームは20位で1シーズンでの フロリダチャンピオンシップ降格が決まった。RCD マイオルカへのレンタル復帰2009年夏の移籍期間が閉まる直前に、古巣の RCD マイオルカにレンタル移籍した。RCD マイオルカは、フアン・アランゴや、ホセ・マヌエル・フラドなどを放出しており、攻撃的ミッドフィールダーを探していた。RCD マイオルカではプレースキックを担当し、2010年4月19日の CA オサスナ戦などでアシストを記録し、自身も5得点を決めたが、そのうち3得点は0から1の劣勢から1から1の引き分けに持ち込む同点ゴールである。3月27日の FC、バルセロナ戦では、正面からのフリーキックをポストに当て、得点はならなかった。リーグ戦33試合、コパデル05試合に出場し、クラブのリーグ5位に貢献した。活躍が認められ、 このシーズンのスペイン人最優秀選手に選ばれた。400万ユーロを支払えば完全遺跡で買い取れる契約であったが、財政難の RCD マヨルカはその金額を支払えず、シーズン終了後に WBA に戻った。5月16日、FC バルセロナのジョゼップ・グアルディオラ監督がバレエロ獲得を希望していると報道された。2010から11シーズンは、 ビジャレアル c f a 移籍。同クラブでは2シーズンで71試合出場、8得点を挙げ、中心選手として活躍した。2012年にクラブが降格することを受け移籍することになった。フィオレンティーナ2012年8月3日、フィオレンティーナに700万ユーロの移籍金で移籍。移籍初年度からレギュラーとして活躍し、ヴィンチェンツオ・モンテラ監督の下で、 アルベルト・アクイラーニとダビド・ピサーロ・とクムさん、センターハーフは、イタリアのスポーツ紙、ガゼッタ・デロ・スポルト等に、セリエ A 最高の中盤と評され、このシーズンのフィオレンティーナのポゼッションサッカーを支えた。出場試合数は、リーグ戦37試合とチーム内で1位、11位、アシストを記録、セリエ A 全体としてもフィールドプレイヤーでは最も、多くの時間出場した選手の一人であった。 2014年7月15日には2019年までの契約延長が公式に発表された。2015から16シーズンにはセリエでの出場試合数が100試合に達し、バレロ自身にとってフィオレンティーナが最も多くリーグ戦に出場した所属クラブとなった。インテルミラノ2017年7月10日、インテルナツヨナーレミラノに移籍した。 フィオレンティーナ復帰2020年9月15日、フィオレンティーナと1年契約を結んだ。CS リボースキ下二2021年6月30日、現役引退を表明し、プロサッカー選手としてのキャリアを終えた。ところが、プロモツをネを戦うフィレンツェのアマチュアクラブである、チェントロストリコリボースキーが、ソーシャルネットワーク上に、ジョークで合成画像を掲載したことが、きっかけとなり、 8月23日に CS リボースキー、加入が正式に発表された。2004年に出場した UEFAU-19 欧州選手権では、決勝のトルコ戦でロスタイムに決勝点を決め、優勝に貢献した。2011年6月4日のアメリカとの親善試合で途中出場して A 代表デビューを果たし、フェルナンド・トーレスの得点をアシストした。 グティ2世と呼ばれることもある。ありがとうございます。